3。じゃがいけんのラーメンハピネス。はい、皆さんこんばんは。水曜日の8時となりました。じゃがいけんのラーメンハピネス、私ですね、博多から愛を届けているバンド博多ザブリスコのじゃがいけんです。ということでですね、今日もめっきりなんか冬っぽくなりましてね、なんか寒くなりましたけどですね、あの体調崩されてる方とか、いませんでしょうかね。まあ、私もですね、ちょっと、体調崩してまして、人のこと言えないんですけどですね、まあ皆さんも本当あったかくね、ちょっと過ごしてもらえればなと思ってるんですが、ですね、まあじゃがいけんのラバーのハピネス、毎週ですね、このゲイツ、福岡のですね中洲にありますですねゲイツビルの7階のギタードライブからですね放送を送りさせていただいておりますけどですね、ちょっとショップの宣伝をさせていただきますと、ここはですね、中洲にありますですね、ゲイツビルのですね7階にあるですね、まあその7階にですね、あのゲイツセブンとかソラとか N2S スタジオとかドラムトライブとかですね、いろいろ音楽のフロアがあるんですが、その一角にですねギタートライブといいましてですね、ヴィンテージギター、それからオールドギターを専門に取り扱ってるですね、ショップがございます。まあ後ろ並んでるギターを見ますとですね、もう本当高価なもので言うと400万とか、まあそこは198万とかこう書いてありますがですね、お手頃なですね20万、30万とかですね、といった、ギターもありますし、アコースティックギターも揃ってます。それからですね、ここはですねスリップっていうですね、ギターの工房もされててですね、オリジナルギターをですね、作れるという、まあ、あのいろんな形でカスタマイズできたりとかですね、そういうふうなことが、できるショップです。で、まあ、あの、ギターとかなんかちょっと楽器とかにですね興味がある方はもう遊びに来たりとかショップを覗きに来たりするだけでもいいんでですね、このゲイツビル7階にありますですねギタードライブの方に遊びに来てもらえればなと思っております。ということで今日もまたこの木枯らし吹きさす、吹きさぶ中この男が遊びに来てくれました。ですね、もう小倉代表、といえばこのバンドですね、もうネオファンタスティックの、リーダー、ボーカルギタリストですね、ハリケーン五十嵐くんです。イエーイ。どうもしながらまた戻ってまいりました。実はハリケーン今回で3回目の出演で、はい、山瀬さんの次に、なんと山瀬の次にもうね、最多出演すごいな俺。山瀬さんが何回、山瀬6回、6回、はい、もうこれからもう山瀬さんが出たら次の週は俺が出るこの決まりで、この決まりでこうかな、つかず離れるやっぱもうあのね、博多といえば山瀬、小倉といえばハリケーン五十嵐、ね、いいんですか。いやもう本当その称号もらって、もうその称号ですよ、うん、ということで、今日はね、まあ、ちょっと1年間振り返りながらいろいろなことで、ね、うんうん、ちょっとね、話していきたいなと。いや、じゃあでも大丈夫、体調そういえばお見舞いに来たようなもんよ今日いやいや、お見舞いインタビューに来たよ。いや、もう本当やばかったよ。いや、あのスリーデイズあって、うん、でスリーデイズから一周置いて東京のツーデイズ、うん、うん、でまああのスリーデイズももうまあ大成功やったし、東京のツーデイズももう大成功したんで、まあ、ちょっとホッとしたっていうのもあったんやろね、うん、あの疲れが一挙に出て、うん、もう扁桃腺なんて子供の時以来腫らしたことなかったのに。歌うね。いや、歌はね、扁桃腺と声帯って違うわけ、うん、歌は歌えて、うん、全然大丈夫やったんやけど、あ、CB の周年に、そう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 、あ
もう39度ぐらいあって、もう解熱剤飲みながらさ、よやったよね。でも歌は歌えない。まだ不死身伝説ができる。不死身伝説、歌だけ。なんか両腕折ってもなんかライブやっとるから。そろそろ両腕でどういうことそれ。それね、マーカスで、黒崎のマーカスで、あの、まあ、飛び損なって、え、あの、ジャンプし損なって、客席にダイブし損なって、靴の時にこれ。それも今から8年ぐらい、7年か8年ぐらいの。40代。40代。えらい。ダイブし損なって、落ちて、うん、両手でガーンってつって、うん、でここの頭骨っていうところを両方折れた、うん、でももうツアーが決まっとったし、でもギター弾かないとあんた時やろ。そう、ギター弾、もうギター弾きながら、俺とのに、俺とのにすごいね。俺とのにどう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 。ただね、あの、やけ、なんていうか、こういう動きっていうのは結構できるんだから、うん、ここに、もともとサムピックやるし、なんサムピックと、うん、ここにあと2個フィンガーピックをつけて、もう動かないように、こう、こう、弾けるね、こうして、弾けるね、とりあえずは、すごいね、舞台伝説、舞台伝説。折れてないんじゃないかっていう疑われるぐらいだから折れてるっていう。まあでもジャガーのね、うん、ブリスコの周年、うん、25周年、うん、俺も出してもらったけど、いやもうあれも疲れたよ。いやもう本当に、でも本当ありがとう、あの、ギターセッション、セッションあれ嬉しかった。いやでも2日目直樹で撮ったよね、うん、とヨシト君、うん、で曲が一緒やったよ俺たちと。そう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 、あれちゃうからね、直樹と俺をさこうしようんかいね同じ曲でいや同じ曲でどんだけアプローチが違うんかなっていうのを。いやもう全然違ったもんね、うん、やけこう、あの、それもちょっと自分の中の楽しみがあった。うん、うん、やっぱ直樹の見よったらね、うん、縦の動きみたいなね、うん、俺はこう、こう、こう、こんなに動くやん、うん、あいつはこうやって動くね、こうでもね。そう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 、だけどなんかこう、あの、アルペジオもなんかね、独特のアルペジオっていうか、うん、やっぱちょっと、あの、なんていうかな、ジョニーマーモデルかなんて言ったら、ギターもね、そうそうそう、それっぽい音やる。うん、ほんなんかすごい、あの、ハリケーンとまた全然アプローチが違う、うんうんうん、ギターで、あの時も本当すごく、なんか良かったというか、なんかねあれやったんやけど、でもあいつは緊張しとったね、吉野君と2人でさ。そうそう、だってね、控え室でね、だってね、もうあの3人で合わせるのって高校生以来で、うん、まあ聞いた聞いた、うん、高校生以来だっけ。いや、それ良かったよね、うん、並んで、5人、3人で並んで、3人で並んで、なんかね、ちょっと面白、すごく面白かったなと思ったけど、うん、ハリケーンももう今年はかなりなんかそのライブを、うん、あ、うん、今年ライブやったよね、ね、まだもうちょっと残っとくよ、うん、なんかすごく積極的にね。そうっすね、もう行けるとこ行ったかな、うん、うん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 、結構初めての場所もあったしね、うん、この間鹿児島行ったことある。鹿児島ある、うん、俺、うん、人生的にも初めてで。あ、鹿児島、うん、ラーメンとか食った食ったラーメン食った、鹿児島ラーメンちょっと独特や、キャベツが入ってきたね。そうそうそう、で、あの、なんか漬け出しみたいなのたくあんがついてきた。おー、そうそう、やっぱあの、チャーシューに力が入ってたね。そう、かなり豚がね、そうそう、でかいのね。で、こう、俺たちのなんかカスカスのチャーシューがなくて、うん、ピシャッとしてる、ピシャッとしてる、あの、一
見なんかあの札幌ラーメンに近いような、うん、あ、見た目はね、見た目は、はい、うん、でも味はちょっと違うというか、やっぱ豚骨やんね、豚骨やけどちょっと薄味と塩味っていうような、うんうん、なんかこうちょっと独特な、いや、でかいよ鹿児島全然、とかい、とかい、うん、僕たちはSR ホールっていうところで、あ、そう、うん、これはスピードキング、スピードキングってことで始まって、うん、大体箱の名前はスピードキングでちょっとグラッと聞きとったんやけど、うん、そこの社長はね、うん、キッスのフルメイクのトリビュートバンドしよう衣装も全部作ってすごい。社長人種もない、うん、それも行きたいやん対バンしてくれるっていうかで、僕リメンバーとも仲良くなってね、うん、もうフルメイクなんやけど喋ると薩摩弁でお湯割りとか作ってくれるよ、しょっちゅうのピータークリスさん楽しかったねすごいね、うん、いやフルメイクで、フルメイク、うん、もしかしたらあのジン・シモンズモデルだ、オーノ、オーノ作ったんやね、あ、オーノベース、スタインバーガーに火でこう焦げつけてすごいね。でやっぱあの血吐くやつはね、大事みたいな、あれはしよったんよ、うん、で、ファイアハウスは前回の時はやっぱなんかスプリンクラーが回るけど、あ、回るからね、うん、それは責任つって言うから、うん、血のりはもう吐いてステージどちらかしら吐いてるからまあ、オーラやけどね、オーラやけどね、いいけどね、他のやつがしちゃったら、うん、あれはね、大変なことになってるもんね、うん、楽しかった。あ、どうやって知り合ったと。いや、スクイーズ の、うん、あのドラマの平川が、あ、平川鹿児島や、ああ、鹿児島ね、で、俺もちょっと鹿児島も少々ファンがおったけん、うん、来てくれっていう、うん、で、平川どげんねんって言ったら紹介してくれて、うん、でも、まあ、さっきの話、うん、箱の名前でグラッと来て、うん、どこならそんなんですけど、うん、来たなんとかしてって言ったすごいまあね、鹿児島はこっから広島ぐらいの距離があるもんね、遠い遠い遠い、意外と遠いもんね、宮崎の方がちょっと遠いけど広島はまあね、4時間ぐらいかな、うん、4時間ぐらいかな、ね、まあ東はでも東京までしか行ってないからね、うん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 、東京も2カ所やってたんですよ、うんうん、東京は今回は代々木、代々木と、うん、荻窪、荻窪、荻窪、うん、のあそこか、ドクター、ドクターか、代々木はじゃあこれね、そうそうそう、代々木はこの前ちょっとクリスコの25周年のやつで、うん、トゥードゥハワイワル、ハワイワイランズと、うん、ラーマーメバーと、うん、僕らからも見に行く、うん、見に行くやつ、うん、お客さんも何回やったっけ、そうそう、もうおかげで、あ、もう何人か入る、多分ね、満杯で、もう満杯や、うん、もうほんとすし詰めっていう、さっき満タンで、うん、200ぐらい、あ、うん、あ、そんなもん、そんな入れたの、200ぐらい、もう多分すし詰め状態、まあ、前日の GB が100ぐらいだけ、うん、あれかな、全体で大体そうだ、2日ぐらい300ぐらいに来てくれたみたいな、 GB は GB でなんかあれね、池田先輩たちと、そう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 、池田さんち出てもらって、まあ竹番がトップバッター出てくれて、まあもともとね、あの 3days も竹井君が、あのジャガーさん戦ですかって言ってくれたけど、エリックに言われケツ叩かれるのもすごいね、そうそう、やけね、それでやったりとかね、うん、いやでもあれは大成功やったと思うよ、やっぱ、うん、凄まじかったね、いやほんとね、どうなるかなと思ったけど、いやここ20年の中でもう最大のイベントやなかったと思うよ俺は、うん、まあ一応 CB の堤くんもCB ができて、もう多分、3本の指に入る、うん、
イベントやったら言ってくれてるけ、うん、でもスタッフも大変そうだったね大変やったのが一番大変やった、ね、あの後ね、健介君たちと飲んだんよ、うん、先週か、うん、このライブやったんですよ、うん、いや、言った言ったきつかったっつっていや、愚痴やないよ、うん、こう、嬉しいきつさ言った嬉しいきつさ言ったすごかったもんねっつってもうね、ほんとほんとあれはすごかったね、うん最近あのところでハリケーンはあの曲作りはどんな感じ？曲やるよ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 この前あのモータウン曲作り法もう愛も変わらずやるよ愛も変わらず愛も変わらずモータウン曲バンバン聴きよお料理作りながら手がこんなになりだしたじゃあ最近はもうそういうソーモータウンが多いとちょっともうポップス、うんが多くてロックンロールはもうねなんか染みついとっちゅうかもうポンと出てくるっていうのでいつでもあるぜみたいな感じだけど、うんうん、そこにちょっとこうコードのね、うん、あれが欲しいちょっとおしゃれないるよね、うんうん、この前で言うあのユーリアリのあーあのビーに行くところとかね、うんうん、ああいう感じよね、うん、ちょっとした味付けがね、うん、やっぱ隠されてる隠されてるもんね、うん、どっちかというと俺もあのそっち系をたくさん聴いてきてるけ、うんあのなんていうかまあロックも結構聴いてるのは聴いてるんだけど、うん、どっちかというとあのソウルミュージックとか、うん、そのモータウンとか、うん、あのなんかね、R&B、あのリズム&ブルース、60s、うん、のファンとか、うん、あそこら辺のやつを自分はよく聴いてるんで、うん、一番、うん、パッと出てくるんですよ、そこら辺で、うんうんうん、でもなんかそのモーターサンドってこうとにかく今ジャガが言ったところのエッセンスも全部入ってて、うん、ポップで、うんやっぱブルースはちょっと全然感じるとこないけど、うん、なんていうの黒人の別のねそうそう本当にいいところとかね、うん、俺ももうだけ曲の中にはどんどん盛り込んでいきたいとか、うん、そのブリティッシュビートのもとがそこにあったよ、ね、うに、んうん、あれがあの、うん、そうよねあのハリケーンサリア、うんうん、あれがあの結構ねあのモータウン系のサウンドをね、うんうん意識してこう、そうそうそうね、作ってある、うんね、まああれもそれでできたけどなあれもボータム酒もあれも歌詞からなんから全部ボータムいっぺんにできた、うんうんうん、でもネオはさ、あれよね例えばあのジャングルとかでもあれやけど、その幅広いよね本当にうんその、なんていうかな一見その、なんていうかな、見た目とか、ああいうふうなのはその、なんていうかな、グラムロックっていうかさ、ちょっとニューヨークドールズっぽいような、うん、そういうふうなところのエッセンスをこう、うん、あれしながら、うん、こう、例えばああいうジャングルみたいな曲をやったりとか、うん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 、そういうふうな、まあロックンロールもあるけど、うんうん、どっちかというとその幅広い感じで、うんうんうん、もうあれやろね、衣装がさ、うん、癖になったやろね、知らん間に来たやろね選ぶとかやらなくてさ知らん間になんか来とって顔ももう知らん間あんなになったやろなんか思うわ、最近、うん、いや、ほら、もうメンバー、あのメンバーたちにも何も言わんとよ、うん勝手にしないかもでも意外とバッチリやってるよねなんかこう足並み揃っとんかなと思いながら出るけど、うん、後でなんか写真とか見たらまあ、うん、一応同じバンドには見えるなと思って、うん、そうねバッチリ揃ってるなねえなんかこうああいう感じやとねすぐそのニューヨークドールズとか、うん、ジョニー・サンダースとか、うん、そういう感じの雰囲気
方向になって しまいがちやけど、音もね、うん、けどそういう感じじゃなくて、やっぱりこうあの音がきちんと追求されてるというか、うん、ね、ありがとうございます。いやいやいや、本当すごいな、うん、まあ、あんまりなんかグラムのねカテゴリーの中から出てくるだけじゃ、うん、すごくこんなになると思うし、うん、まあ、それこの間ローリーとかとも話したけど、うん、まあ、いろんなこと聞いてないと面白くないって言って、うん、そのグラムロックから出てくるグラムロックは本当につまらんって、うん、まあ、ちょっと話したけどね、うん、確かにねって言って、うん、俺もそういやあんまりグラムから、まあ、大好きやし聞いとんやけどね、うんうん、興味があるのはなんかこう音とかの興味があるのはそっちにあんまないよね、うんうんうん、もうなんかあのそっからあの 何かを出しても、うん、真似になってしまうというか、ね、結構俺たちのバンドって最近思うのはもうなんかスタンダードっていうか、うん、普通やなと思うね、音を出したことは、うん、エグい感じもないし、うん、歌目の大事に作りようだけなんやなっていう、うん、最近作るバンドもね、うんうんうん、でも歌メロが ないとさ、うん、ちゃんとしてないとやっぱりこう残ってこんというか、うん、いやそれね本当に、うん、そのまあジャガーなんかねずっと歌大事にやってきたと思うんやけど、うん、あのロックって歌はまあもうノイズでもいいっていうところもあるやん、うん、一生懸命になってね、うん、で俺はどっちかっていうとそういう方あったんやけど、うん、いざこうちょっと本当に一生懸命歌ってみたら、うん、なんかこう反応がすごいっていうか、うん、あこういうね、本当にシンガーの自分の中にちょっとシンガーが目覚めたっていうかさ、ああ歌でこんだけ人のを躍動させたり、うん、心をね動かせるんやなと思って、うん、楽しかったさ、うん、歌うのね、うんうん、最近やっと好きになったから、うんうん、そうね、そう思ってくると声が出だすよね普通に、あ不思議なことに、あそうね、うん、俺はもう本当あんまり逆に言うとそのギタリストっていうと、うん、観点からあの音楽を全然始めてない、うんうん、まあもともとそのねあのこの前あのヨシトの高校時代にヨシトの、うん、バックでサイドギターで始めたのがあれやったけど、もうすぐなんかこうなんていうか、ね、自分でちょっと歌ってみたいなって思って、もともとフォークから入ってるうん、やっぱり歌ありきでギターはなんか伴奏みたいなイメージというか、うんうん、ジェフベックが好きやけどね俺プレイに反映されてないんやけど、うんうんうん、ジェフベックが一番好きやもん、うんうん、だけどあのインストのアルバムがちょうど出たやん、うん、ブロバイブローとか、ね、ブロバイブロー、うん、あの頃で俺が中学生、うん、何ばっか聞いたもんね、フローバイブロー、ワイヤードね、ワイヤード、うん、ピーポーゲットレイディとか入ってる、いや、あれはまだあった、ね、あ、そう、あれはフラッシュか、そうやね、あ、フラッシュ、ね、ワイヤード、あの、あれか、あのブルーウィンドウとかね、フリーウェイジャンプとか、ね、あ、そうそうそう、あレッドブーツとか、あ、レッドブーツとかね、あ、そうそう、なんかあのそう、やけジェフ・ベックとあんまり聞いてないんじゃねえよって考えて、みんなそうよね、やけね、ベック・ボガード・アビスは聞いてる、うん、うん、インストになってからのそうそうジェフをみんな、なまあその頃に、まあ、俺は、まあ、嫌いなジャルなんやけど、フュージョンっていうなんか音楽生まれて、うん、ロックがそうジャズの方に近いかとかいうんで、まあ、ジェフはフュージョンっていうカテゴリーに入れられてから、うん、結構みんな聴かなくなったよね、うん、俺は全然ロックやなと思って普通に聴きよったんやけど、うん、まあ、今でも聴きよるよね、うん、ロックと思って聴いてる、うん、okay、それでやらないんだよ、多分さもう歌もないし、そう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 、だけどジェフ・ベックグループの時とかの、うん、あのやつとかは意外と聴いたりとかしてるんですよね、
で俺は逆にグループの時とかは物足りんみたいな、うんうん、もっと聴いてよみたいな。ああ分かる、歌が中心やったよね。そうそうね、ほんですごければいいけど、 ロッドショットもまださ、うん、なんかこう発展途上のもう途中の途中でたくさんだし、うん、でやっぱこうその頃はもうレッド・ゼッペリンもおったし、うん、それと比べるとね、そうそう、もうジェフが聴いてもらった方がいいですね。俺結構第二期ジェフ・ベックグループっていうか、あっそうだね、ちょっとそう、あのジェフ・ベックグループからあの独立してハミングバードっていうバンドが、うん、できるんやけど、うん、そのハミングバードっていうバンドが結構好きジェフがおらん、ジェフがおらんで、あのおらんじゃない、そうそうそう、あれがね、あのよくカバーとかしてたの。あ、本当に、うん、でもあのすっごいソウルっぽい、うんうん、あのあれで黒人が2人だったかな、そうそう、ボーカルと、そうそう、で初期は一番最初はね、バーナード・パーディーがドラム叩いてるんですよ、うん、そのハミングバード、うんうん、だけどあのあれやね、なんかこうすごいソウルというかセカンドライン的なドラムっていうか、うん、好きそうだね、それもすごく好き、そこ以来も一番好きなあのジャンルでは、うん、でジェフ・ベックとかは、うん、あそこで見に行ったよ、あのサンパレスか、うちの、ああ、もう2008年ぐらい、2008年ぐらいね、来たね、うん、なんかあのあれボーカルがね、上手かったけど、うん、直立不動で歌って最後ピーポーゲットレイリーを、え、女性ボーカル、いや、男、男、男、うん、じゃあピーポーゲットレイリーをだけ歌いに来たんですか、その人、アンコールでピーポーゲットレイリーだけ歌いに来たああ、そのピーポーロッドットみたいにしてくれた、いや、全然全然、うん、あんたね、あれやっぱね、ジェフやっぱボーカリストにいつもそんな風に困らされるっていうかね、うんうん、そうそう、ジェフ・ベック自体が歌わんけないしね、だから、うん、それだけを歌いに来たみたいな、後から聞くとあのウェット・ウィリーっていうね、あの南部のバンドがあるんだけど、そこのボーカリストやった、うん、1曲だけだっていう、1曲だけ、うん、まあ一方で好きやったよね、うん、そう、そう、いやね、まあそんな感じでジェフ・ベック好きなジェフ・ベックジェフ・ベック今後のギタースタイルはやっぱりもういやいや、プレイは全然反映してないもんね、もう一曲も弾き切らないんだけど、ジェフ・ベックなんか、うん、でも好き、うん、もうあの、ちょっとあの超越してるもんね、いやもうね、今も指にしようや、うん、ここら辺からもう宇宙にいっとるね、うん、もうアーミーもさ、こうずっと持っとるし、うん、でこれでこう引いて、でこっちでアームがこんなにしたり、うん、すごいスピードでトーンとこに向かうし、うん、あれはもうなんかもうあの職人やもんね、ワウとアームとあのストロークキャスターとマーシャル、うん、いやね、うん、であんだけマナイムもね、すごいよね、素晴らしいね、ちょっと改めてちょっとジェフ・ベック聞かせて、いやいや、もうそれはもう、まあ、ここで言っていいかどうかわからないんだけど、やりとくよやりとくやりとく、いや、改めて聞いとくわけと、ね、いや、最近ね、ライブアルバムがもうバンバンで2、3枚立て続けて出たけど、うん、これも全部いいの、うんうん、今までそのライブって結局BBA のライブと、うん、ワイヤードのライブワイヤード、うん、ライブワイヤード、あれ以来出してないよね、うんうん、で結構録音はシュッとらしいんだけど、うん、でもうちの先生が言うには、うん、ミスったの、ミストーンがあるけど出してないって、でやっと2006年にミスなしのライブを成功させてなんかミストーンがあるかないかっていうのはちょっと
あの俺たちには分からんよね。分からん、ね、分からん。でも先生は何やった、うん、だってさ、ジェフベックって意外とトリッキーな音出すやん。やけこれもしかしたらミストーンじゃねえんかなって思うような音を平気でさ、こう何て言うか、ゲッて出したりするけど、いやあれは狙ってたし、正解正解だね。だけ自分が意図して出してない音が、そうそうそう、うん、であのライブインジャパン、 BBA のライブインジャパンで、うん、2枚組で、あれはかなりとちっとって、うん、あれで反省したんだよ。こんなね、もうお手になるようなライブが載せないかんって、あれは日本のなんかレコード会社がもうとにかく出させてくれたって言って、まあ結局金でしたらしいんやけど、うん、もうあんなことは絶対したいけんって言って、うん、うちの先生がこらえにこらえて、うん、であのライブワイヤードはもうヤンハマーとかアドリブやってたんや、あれはなんか良かったらしいんですよ、うんうん、でそれを出して、うん、でもうライブはもう出さんと、うん、こんなに緊張の続く毎日でもう頭はどうにかなるって録音されよると思うから演奏ができんって、うん、で出さんように言っとったんやけど、うん、まあこっそり撮るよって言ったらしくて、うんうん、で今日すごく良かったっつってジェフが言った時のを聞かせたら、これはアルバムにして出そうって言い出して、最初はあのなんかインターネット配信だけでね、うん、まあ、もちろん俺すぐダウンロードしたけど、すごいな。でそれからなんか調子に乗って3枚ぐらい出たって分かんない、うん、そういうライブ版がね、ライブ版だと、うん、ミスせんくなってきたミスブラーキーとか言うけど、だいたいスライドバーも全部やると普通こうはめてこうしようけど、はめてないもんね、もうこうやって持つもんね、こうやって持つもんね。でこのもうフレットのないところで音程、音程出して弾くもんね。そうそうそう、キーキー枝だけとなるね、すごいなね。多分弾いても普通に弾いても上手いんやろうけど、うん、もうあの普通に、うん、弾きたくないんだよね。だって今でもなんかその古いジェフベックグループの曲とか、うん、あの頃はまだ俺もコピーできる、うん、まだピックも持っとるしね、うん、ジェフがね、うん、できるってこうやってみたりすると、最近ほら YouTube とかで、うん、ジェフベックプレイ、ジェフベックのプレイをこう、うん、やっと解明みたいなのって、うん、いっぱい上がっとうけんこう見よったら、うん、ああこんな弾き方なって、だからスケールがなんかね、クラプトンの縦に動くけど、じゃあこう、こっちに動くんやろ、うんうんうん、ただ間違って覚えたんやなと思って、最初にこう縦のスケールじゃなくて、こっちで動くけ、うん、でもだけなんかこう、変に聞こえるっていうか、無理やり、無理やりこう、難しいようにしようようには聞こえないけど、うん、なんかこう、変に、クラプトンとかとは違って、うんうん、違うクラプトンはね、逆にもうこう、こう立てて動くけ、動いてないように見えるというかね、うん、指、あのスローハンドとか言われるけど、うん、まあ、そのこう、なんていうの、縦つなぎのはもうクラプトンもね、うまいし、うん、芸術なんやけど、うん、こう普通に手いいところをこうわざと持ち、うん、だってこう、最初レコード聞いたときに、たぶん間違ったことないわざとする必要ないようなこともするみたいな、うんうんうん、でもそれがこうピヨンって途中のスライドがピヨンってなったりして、うん、ちょっとトリッキー、うん、まああの時代やけん、今してもあれやけど、うん、そうやね、そういうことですね、まあ、なんていうかな、独学でああいう人たちはね、その独学って言ったらあれやけど、その誰かその自分の師匠になるような先生っていうかギタリストをじーっと見ながらそうよ ね覚えたよ、ね、テレビとかライブとかね、うん、ライブとかでね、うん、だけいや、もう変な人が多いもんね、うん、ね、ギターもね、ブルースの人とかも変な人が変な、ね、変な人がいっぱいおるもん、ね、うん、だけまあ同じブルースのスケールなんだけどね、ベントのトニックなんやけど、ハンちゃんこうみんな独特っていうかね、そうそう、使い方が、うん、なんかね、あの独特やもんね。だってオープンチューニングになってたら特にね、特にね、うん、で綺麗なオープン G とか A の人もいるけど、
なんちゃってでしょ、そう一元だけ違うあのそうそう、ジョン・リフカとかそれね。あ、そうなの。そうそう、一元だけ。一元じゃなくてね、あれ二元か三元かどっちかが、どっかが半音ずれてる、どっかがずれてるもうだからね、それで覚えてて、うん、なんていうかや、多分最初からチューニングが狂ってたよ。あれで開放でジャッジしたらあのセブンみたいな音が出る、うん、そうだけど開放であれすると、うん、もう最初からあの音になってる。あ、でもそれでこうバーライブ動きゃいいだけど、うん、あいつはね、うん、ただ一本だけが違うだけで、うん、あの全部がオープンになってるわけない、ジョンリーの場合は、ね、うんうん、だけおかしな音になってるんですよね。なるほどね、うん、あ、でも上弾いとったらレギュラーで、うん、下行くと、うん、その変なセブンの音が出て、うん、音が出てっていう。だけどなんかこうなんかおかしい、ね、ここ腰をね、なんかおかしいもんね、音がいいね、うん、あんな音にならんよねっていうような音があの常になっとって、うん、黒人の人なんか結構そういう人多い、ね、多い多い。だから、ね、あのあれとかアルバート・コリンズとか、あー、オープン F マイナーとか。そうね、オープン F マイナー、アルバート・カポがすごい。そうそう、カポが7とかの人だから、えらいって、もうここでしか弾いてない、もうだもうこれぐらいしか、これぐらいでしか音で出てないの。でもあの人の、なんちゃうの、いいのね、うん、オープンのスケールで動くだけやけど、うん、キーがこうコン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 変わるだけ。そうもう基本的に弾く範囲は変わってないじゃんねでも男らしいね、男らしい、こんぐらい、これぐらいしかない、ここはもういらん、もういらんいらん、コードが弾けんけね、うん、ああいう人たちね。確かに、うん、苦手っちゅうもんね。そうそう、コード弾かんもんね、うん、だってあの BB キングとかもでもほとんどコード弾かん、弾かんね、弾かん、うん、コードがあんまり得意じゃないらしい、うん、コードが弾けんっつったやけ、ちょっとは弾けるらしいんやけど、なんかチャチャチャーとかさ、そういう風なのは分かるけど、そのずっとコードをこうしながらっていうのはなかなか難しいらしい。じゃあもうバックマンの人は任せるか。そう、BB はね、だよね。マリとかもそうか、コードほとんどかもね、弾かん。あれもオープン G とかオープン D とかやってるけ、うん、スライドバーも、スライドバーも。でもマディ・ウォーターズのスライドはもう天才的というかもうあんな音に良くなるよねっていうような、売れかぶれやもんね、売れかぶれなんかあの幽霊が出てきそうな、あのどうだっていう顔で弾くけ、あれかっこいいっちゃけど、あれがすごいな、ゲートマウス・ブラウン。ゲートマウス・ブラウンがあれがオープンなんかな、オープン G とか D とか多分 そんなのやると思うけど、うん、もう何弾いてるかわからんじゃん、うん、早すぎて、うん、もうね指で弾くんやけど、うん、なんかもう当たってるあれで、うん、もう当たってる手すごい早弾きだよ。ドルル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 チューニングだよ、うん、でも一応オープンで どんどんコードが弾いていくっちゃって、うん、なんかよくわからんじゃん。でもあれ、ね、変な人が多いなと思ってね、うん、やっぱあのなんていうかな、あの当時の人は独学でいろんなものをこうね学んで、なんかでもそういうところの面白いのをこういろいろロックに持ってくるそうそうっていうのも、うんねえ、うん、そういうのはやっぱほらジミー・ペイジとかね、うん、そうね、面白おかしく、うん、もちろんおかしくないかもしれない、うん、俺はおかしいなと思って言うジミー・ペイジだけど、本当そう思う。ジミー・ペイジのあのギターソロだの雑さが雑だよ、低いけんね、全然低い
グリグリもう、突っかかりぼっかかりというかすごい雑な、うん、あのギターするやけど、うん、あの雑さがかっこいいというか、いや、曲の、うん、あいつはギターさんちょっと置いといてってなって、うんうん、曲の、あの、総合的なとこで、うん、存在しとる人やっけ、ねもうリブ、ほとんどロックの人はもうジミー・ペイジが編み出したと思うよ、うん、俺、うん、どれ聴いてもレッド・ゼペリンの自分に聞こえるもんね、うん、ちょっとこうテンポとか違うけど、うん、音の組み立て方とかも、うん、全部ジミー・ペイジが考えてもんね、うん、そうよね。やっぱあの天国への階段のあのね、うん、アルペジオのあの美しさとか、うん、ああいう風なのはやっぱまあ演奏があってやけどね、まだ、うん、あれもかっこ悪い番組だったらさ、うん、全然ダメやろと思うけど、うん、あのボンとのあのなんていうのドラムとね頭のダッと飛んで、まあ、あれだけで、うん、まずこうパコンってなるよ頭がそうそう、いや子供たちはそういえばそのボンゾであるんだけど、うん、ほらあのロックンロールの、うん、ほら頭なだだだタツツタ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 ツ、あれさ、うん、ほらあのギターもダダ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 あの、まあ、昔はさちょっと変やんね、そうそうそう、入り口が変、入り口が変やの、うん、で、あれ最初いろんな説があるんですね、うん、あのでも俺多分今の説が正しいんじゃないかなと思うんやけど、ジャックベリーのあれジャックベリーのあの、なんていうかいな、これはでもちょっとボンズ好きに聞いとかないかな、うん、特に平川あたり、そうね、いや、多分ね、俺今までいろんな説があって、なんか裏からどうとか、何人とかから入ったりとか、バックから入るとか、そうそう、とか、いろんな説が、それが間違えたんじゃないかとか、というか、いろいろ説があるんやけど、あの、なんていうかな、タダダ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 そのキャーンからダーダダダダダダダって頭が来るとなると、そこの合わせやすい、そこがドラムをつなぎる、ドラムでそれを叩いてるんかなと思った、ダダ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 、俺最初あのチェッペリンのロックンロールの本当のあのドラムのイントロやったら、もう俺入りきらんと思うね、そう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 最初入りんやん、入りきらんと、はい、ね、なんで拍の取り方が、うん、1,2,3,4 普通に取ったらダメや、普通に入れんもんね、なんか余計あのダダ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 ダっていうところの一拍目が取れんというかさ、ギターが入る手前のウタタタが分からんのね、そう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 、アコがいくつ取るんだろうね、そうそう、ウタタタってアコが分からん、そうそう、あれが分からんじゃけど、あれをなんかダダ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 ダチュワーンってしたらダダダっていうところがさ、ダダ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 、だからなんかすんなりそのあのイントロの頭に入れるというかさ、うん、うん、お、いやボンズってもしかしたらそのギターのリフをドラムで叩いてたんじゃないかなと思ってからさ、いやそういうことはする人やったよね、うん、ね、うん、やけあそこのあのあそこの頭ってそのジャックベリーでいうところクワーっていうあのためのところ、うん、具のひょの表紙っていうかさ、うん、の拍数までちゃんと取ってあって、うん、一番最初の頭でダダ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 ダ
ジムページが考えて、うん、ドーンズがイントロくっつけてきたとしたら、うん、それはすごいコンビネーションやったね。そうそうそう、それが正論やったよね、うん、素晴らしい、うん、それやったらなんかこの人たちどういう頭やったんやろうっていう、ドラムがやってしまうんですよね、うんうん、ドラムがそこおもろい、ねね、ギターのリフをもう完璧にギターのリフが頭の中にあって、それをドラムで叩いてるという、うん、それは面白いなと思って、まあ、でもそれぐらいはそういうところたくさんあるよね、うん、ちょっと表紙で分かりにくいっちゃうね、うん、分かりにくい、一拍目が分かりにくいというか、うんうんうん、分かりにくいけど、なんかこう例えば昔のブルースとかロックンロールとかでも、うん、字余り的なそのフレーズっていうか、うんうんうん、が絶対どっかであって、でもう走りもたりがなんかすごいこう出てくるんやけど、うん、それがコントロールされたように聞こえるっていうかね、うんうん、でまあブートレックもたくさん聞いたのは聞いたけど、うん、どれもなんか全然悪くないし、とちっとのはジミーページだけで他はバッチリやもんね。ボンドなんかほとんどのものなんだけど、うん、俺にはノーミスに聞こえるもん、うん、いや、やけさほらライブ版とかも全然違うやん、大体毎回毎回、うん、結構途中からインプロビゼーションになっていくというか、うん、チェックインってさ、うん、あれってで、がその20代の前半みたいなところで、うん、ああいうのをやってるあの人たちの頭ってどうやったんやろうと思ってからさ、ひげもじゃでね、マセガキよね。そうよね。いや今やったらさ、自分たちでもさ、うん、ある程度こう、うん、考えつくけど、なんかな、その当時どうや何を考えて ああいうことをこう、まあいろんなものがあったかもしれんけどね。うん、なんていうかな、その当時でしかできなかったそうよね。LSD とかさ、うん、もう麻薬的なものもいっぱいあったかもしれんし、そういうのでこうもう頭がこういろんな思考がこう変わってきてっていうのもあったかもしれんけど、いやだってまあ俺たちが、まあ、世界中で一番有名な熱狂のライブがあるやん、うん、あれ前のなんか最近やっとチェッペリンが正規版でライブとか出し出したけど、うん、72年ぐらいのライブ見た、ページが直帰来とるやつ、ひげもじゃべ、ひげもじゃべね、狂気の演奏しとんよ、はい、あの時はあいつらいくつ ?22 とか、そうそう、22とか3とかねえ、うん、22とか3だもん、とりあえず何もできなかったよねえ、もうほんとそうよね、いや本当例えば演奏できたとしてもそのなんていうかな、考えつかないというかあんなことを、うんうん、で、そうね、うん、なんかどういう思考で考えてるのかっていうのがさ、ね、不思議っていうか、この間紀ノ国屋に来とったけど引き行けばよかったね。ねどんな何考えとったんやろって、何考えとったんやろね、いやもうほんとチェッペリンはすごいもん、やっぱ今でもね、うん、全然あるわけね、うん、すごい、いやなんて言うんだろう、ブルースを、うん、あそこまでなんかこうロックに発展させたバンドって、まあストーンズもそうかもしれんけど、ストーンズの場合はブルースをベースにして、まあそのブルースのあれがこう分かっていく、分かるというか、その近づきたいとかあるよね、うん、そう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 、チェッペリンは違うもん、離れてるよ、ね、うん、あんたアイストーンやけど、ね、そうそう、だけどブルースがなんていうかや、もう突然変異になったらあんなになるんやろねっていうね、いいことアレンジの、うん、で、あれとかね、夕食みたいなね、うん、パスタ入ったりするのや、
モビーリックとか、うん、なんかもうわけわからなかったもんね。なんかやっぱチェッペリンのやつってなんかもうあのご利用してしてるところも結構あるけどね、うんうん、あの何ていうか、うん、これ白違うやろ白でこれ絶対合わんやろっていうようなところを無理に歩み寄って合わせようとしてるところがその融合されてるっていうか、ね、なんかこう新しいものが生まれてるというか、ね、なんかそういうのがあるけどね、なんかもう全然こうあのなんていうか一般のその音楽常識じゃちょっとまだちょっと考えられるというか、うん、いやでも一番今でも一番と思うよね、うん、バンドなんか好きかってやっぱチェッペリンが好きっていう、うん、ストーンズやっぱ好きなもんですよね、うんうんうん、チェッペリンの、うん、チェッペリンの方がのこう飽きないよね聞いてて、うん、まあストーンズも飽きんけど違うアルバムは出らんけど、うん、チェッペリン聴くもんな、うん、やっぱ新しい発見がいっぱいある、はい、今でもね、うん、今でもある本当に、うん、でやっとちょっと弾けるようになってきたけ、うん嬉しいんだよね、拍の取り方とかも分かってきて、うんうん、ブラックドッグとかね、うん、ひっくり返るところちゃんとついていける、うんうん、レッド・ゼペリンのチューニングも違うし、うん、そのコピーも弾けなかったけど、うん、今はね、なんかいろいろ解明されておけ、うんうんまあ、インターネットで見てな話なんやけどね、うんうん、もうあのやっぱカシミールとか、うん、感動やもんね、うん、聞いたらね、うんで、あの、ほんと昔のジミー・ページってさ、あの、アクションがすごいというか、うん、こんな下でさ、よう、あんなフレーズをもう、まあ、弾いてたよねっていうようなのをさ、見た目重視で、とちりよけど、とちりよけど、ほんとね、弾いてるよね、あれね、よくね、これ。ちゃんと弾こうと思えば多分弾けるかもしれんけど、それはまあ座ってこうすりゃね、座ってね、うん、でもあえてあのストラップのあの長さ であのアクションであんなもこう弾けんやろっていうようなパンクの兄ちゃんたちがこうガーンって弾いてるのとほとんど変わらんぐらいの長さで弾いてるってね、そうだね、ねいやじゃあハリケーンは今後もやっぱりジェフ・ベックそれからジミー・ペイジ、うん、そこら辺をいやまあそれはもうギターのねヒーロー変わらんっつうかね、うん、けどまあいっぱいおるよいっぱいおるけど、うん、代表的なやっぱね、うん、そこはもう照れ隠しで言わんところやないと思うんですよ、うん、大好きジミー・ペイジってね、うん、そうね、うん、やっぱりパイオニアいやしね、うんうん、何かそのまあ細かいことを言えばいろんなヒーローはおるし、うんうん、こっちも好きあっちも好きなんだけどやっぱもう一番のことですね、うん、そうね、うん、まああの本当クラプトンとかも逆に言うとその三大ギタリストだけど、うん、まだ違った、ねうん、今はね結構落ち着いたプレーでやってる、うんやっぱりクリームの時代とかやっぱりこう、うん、かなりそう、ね、まあねヤング・グラットンっていうのね、うん、ねだからまあ目指すところがそれぞれねあの三大ギタリストの中でこう違うやろうけど、うん、ね、うん、あれやろうけどね時間がでももうあんまないじゃんおもうあと5分ぐらいあ、ほんとそろ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 やらないもんねやらないからねじゃあちょっと最後セッションでよしよ今日はまたうまく話をつなげたねレスポールやレスポールこれこれなピートタウンゼット Thank you.
スの話しよってあれやけど全然違う曲で T-Rex ね T-Rex なんと3人のハリケーンが集まる。東京から、リワードのハリケーンサリーが来ます、うん、で、まあ、北九州のネオファンタスティックのハリケーンいらっしゃる、これですね、うん、で、博多から、うん、ハリケーンユカ湯川君の、ハリケーンユカプロレスバンドが出ます。すごいね、3人のハリケーンが集まるって。で、なんで久留米に集まるのかわからないですそうやね、久留米になんで集まるのかわからない。小倉でやればよかったらね。いや、まあ、久留米がねんで盛り上がってしまって、うん、まあ、久留米でそういう話になったよね。そうそうそう、うん、うん、そのままもう箱押さえてしまって、うん、うん、うん、ハリケーン祭り、なんか、ハリケーン五十嵐とハリケーン湯川のギター合戦も、うん、うん、ね、いや、結構ね、セッションはしたことあるの、うん、これも久留米でだけど、うん、湯川君がほら、ワンナイツで来た時にね、ああ俺もそれワンナイツに俺が入って、うん、あ、来たでもやったかな、あ、来たで、うん、並んでね、うん、2人で見たことあるよハリケーン、うん、でも、あれ、それにサリーが入ったら、うん、あいつはベースやけん、うん、面白いよね。うん、そうだね、うん、あと、ドラムは誰か、ドラムハリケーン見つけないけどね。そうそうハリケーンっていうドラムで、うん、あれがいいんじゃない。じゃあ、ほら、横浜銀杯の嵐さんが、あハリケーンじゃない叩けるかよハリケーンやね、ハリケーン、ハリケーン、嵐やね、うまくていいね。まあ、で、11月23日がそのハリケーン、3人のハリケーンが集まって、うん、ハリケーン祭りということで、久留米のコードダッシュ、うんうん、もうあとはちょっと岡山行ったり広島行ったりするけど、これもいいや、うん、11月にまたインターネットで、そうね、11月の29日が岡山デスペラード、うんうん、
で12月の6日が広島の、ジャイブ、うん、でそれから12月の7日が小倉のフューズ、うん、これがちょっと俺たちの今年のファイナル、ね、ネオファンタスティックのファイナルライブね、うん、まあ地元の小倉できっちり締めるという久しぶりの可愛らしい久しぶりの小倉じゃない、そうですね、うん、半年ぶり小倉代表ぶっとけど全然小倉でバンドやってそうしないもんね、ずっとツアーがね、今年はね、うん、多かったから、うん、12月の7日はちょっとぜひいらしてください、うん、クラブフューズ、で、あとは大牟田、大牟田の願望は30日に、うん、これはアコースティックね、そうだ、アコースティック、うん、ヨシト君じゃないの、ああ、ヨシトね、キングビーのね、うん、ヨシト君と俺で二人でまたなんで大牟田なんやろかってキングビーでやればいいのにね、大牟田なんやろ、うん、そして12月の31日あ、31日もこれもソロで、うん、まあ、地元小倉のチアーズカウントダウンのライブに、うん、まあ、酒飲み行こうかなと思ったら、まあ、歌ってくれってことで、うん、出ます、はい、ということでですね、まずは一番最近、近日のライブでいうと11月の23日の久留米のコードダッシュで、ハリケーン祭りハリケーン祭りあるということで、けどハリケーン祭りっていう言葉が気に入っとんねハリケーン祭り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 じゃないのよね、ハリケーンフェスやったっけ、ハリケーンフェスとハリケーンフェスやね、うん、ハリケーンフェス祭りでもいいよハリケーン祭り、なんかもうフライヤーもサーカスみたいになってるよないやでもね、またあの、ハリケーンガラシとハリケーンユカのギターバトルがね、うん、ちょっとそうね、多分セッションもしたいね、うん、うん、という感じで、見れると思いますので、よろしくお願いします、ということでですね、あっという間の1時間でしたけど今日はなんか軸決めんで喋ったけど、うん、早かったね、早かったね、なんか一番早かったなんか全然何も決めてなくてね、うん、その周りには、うん、早かったな、うん、なんかね、これからこれでいきますか、これでいきますか、軸なしで、うん、ということでね、矢部さんの後に俺が出る、うん、もしかしたらあの新年早々山上さんが出たらすぐ出なくなる何っていうことで、今日はね、小倉代表ネオファンタスティックの五十嵐、安弘君、あ、ハリケーン五十嵐君にですね、ゲストで、遊びに来てもらいました、と、いうことでですね、11月の23日は、ハリケーンフェスが久留米の、コードダッシュでありますのでですね、ぜひね、皆さん遊びに行ってくださいということで、最後ジャガイケメのラブ&ハピネスで終わりますか、よろしくお願いします、じゃあいきます、ジャガイケメのラブ&ハピネス。